はい、おビールです。ありがとう。お継ぎしますね。いい店だろ。ああ、雰囲気もいいし、おかみさんも美人だし。やめてくださいよ。すいません、実は俺もおかみ目的で来てんだ。またまた。東条さんの会社のお仲間ですか？いや、学生時代の仲間で、会うのも2年ぶりぐらいか。ああ、結構久しぶりだよな。ああ、そうなんですか、うん、あ、よかったらおかみも一緒に。え、いいんですか？うん、どうぞどうぞ。じゃあ一杯だけ。はい、どうぞっと。とっ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 と。ありがとうございます、はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。あ、うまい。あ、灰皿、あ、こちらお使いください。すいません。なんだお前、まだ吸ってんのか。まさかお前やめたの？ま、嘘だろ。お前、あんだけ吸ってた男がよくやめれたな。そういう時代じゃないからさ、お前もやめた方がいいよ。タバコやめると何もかもが変わる。何が変わるんですか？まずは飯。飯がうまい。まあまあ、それはよく聞くな。確かに。そんなに違うんですか？ただでさえ美味しいおかみの料理が100倍うまい。本当？それから風呂。お風呂？風呂が気持ちいい。そうなんですか？いやいや、風呂は誰だって気持ちいいでしょ。いや違うんだ。毛穴っていう毛穴が全部開いてね、湯船に体が溶けてく、そんな感じ。なんだよそれ。あ、そうだ、おかみ、よかったらこれどうぞ。嬉しい。わあ、これ最近流行ってる高級食パンですよね。そんなの流行ってんだ。これ1斤6000円とかするんですよね。高っ。食パンがなんで6000円もすんの？まあそれだけうまいってことだろう。でもこんなに高いものいただいてもいいんですか？大丈夫、生命保険解約したから。だってほら、タバコやめたからもう死なないでしょ。あ、そんなことしたら奥さん怒られちゃいますよ。大丈夫、タバコやめたんだから。だって禁煙ってどんだけすごいことなんだよ。ありがとうございます。あ、いらっしゃいます。はい、どうぞ。ちょっと、何の用ですか？何の用ですかじゃねえだろうかよ。あ、ここで商売すんなら俺らに筋通せっつってんだろうが。そういうのは払わないって言いましたよね。帰ってください。あ、口答えすんの？あ、じゃあこんな店潰して。帰れよ。おい、今喋ったのどっちだ？おい、こら、俺だ。そんなタイプじゃないだろ。お前、ちょっとやめろと。誰だってね。俺はタバコをやめた男だ。叫んじゃねえぞこの野郎。だ、気持ち悪いな。お前、それだ、黙ってろ。お前、おい、ちょっと待てよ。俺はタバコをやめた男だ。大丈夫、大丈夫。東条さん、なんだこれ、気持ち悪いな。あ、また来るから、まあ、金用意しとけよ、まあ、こんなの。あ、ちょっと待って。もしかしてお前もタバコをやめた男か？俺は元から吸ってねえよ。あんな体が悪いな。通りで強えわけだ。タバコ関係ねえよ。大丈夫か？タバコやめたから大丈夫。いや、お前ちょっとそれ吸った方がいい。おい、大丈夫？多分暴れ言ってる。お前大丈夫かよ。それ大丈夫。タバコやめてるからすぐくっつくと思う。じゃあ関係ねえんだよタバコ。お前、おい、大丈夫か？お前、おい、大丈夫、救急車大丈夫。タバコやめたから。はい、かしこまり。関係ないよお前。
疲れ様でした。ありがとうございました。ドラマとはまたちょっと違う緊張感があって、あの楽しみながらドキドキしました。いやもう完璧でしたよね、本当に。なんでしょう、なんかやりすぎずやらなすぎずの塩梅が完璧ですね。やっぱその芸能界で長くやってらっしゃる方、さすが。いや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 、うん、みんなもう本当ありがとうございます、ね、でもなんか台本読んでるよりも全然ここの方が面白いですね。あ、台本はイマイチだったと。いやいや、そうじゃないんです。違う、あのイメージがこうどう広がっていくのかっていうのが分からなかったんですけど、うちの飯塚があのすごい羨ましがってました。あ、いやもう本当大好きなので、好きなんですよ。私が大好きなんです。いや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 。